意味のあったワールドカップだったんじゃないかな。サッパーシュートでいけるか、ラフィーニャ、前が空いた、シュート、決まった、先制はマリノス。前半の20分、今日スタメン起用のラフィーニャ、その期待に応えました。樋口采配が痛いとはまりました。先制は横浜 F マリノスです。ラフィーニャにとってはこれは横浜 F マリノスでの初ゴール、それが価値ある先制ゴールとなりました。この縦パスですよね、ワンタッチで抜けて、今はその前で兵藤が